踊れらの好きにはさせへんで。まずは剣者。あかん。こんなもん手でもないわ。騎士が魔物を退治するのっていかにもファンタジーよね。ソードランチャてやけど聞かへんわ。踊れなんざイチコロじゃ。そこ動くなや。なんでやねん。ルイーナよりはマシかもしれないが、だからといって放っておくわけにはいかない。直撃させる。メロインパルスキャノン。
リスがレンジ内に入ったわ。よし、攻撃する。この場から消え去りなさい。サンダラック行け。返してあげる。ツインマグナライフル発射。引き残らず退治してくれる。レスポンスとの真の力を見る時にも対応できるのでな。かけるか。これで落ちるかどうか。ラマリスに時間はかけられない。多少古臭い武装だが威力は関係ない。来たを踊れらの隙にはさせへんで。
ラマリスはこちらで引きつけます。お前が考えているほど距離は開いてないぞ。一発一発が地産性の特徴だ。受け取れ。いけ。ラマリスは一匹残らず片付ける。逃げ回すに無駄よ。
ラマリスを確認。攻撃開始。この世界の一番の存在か。戦えるとは言わん。だが拳一つを甘く見るなよ。どうしたのかしら？ラマリスを野放しにはできん。出力ブルーゾーン、タッグロック、レーザーキャノン発射、ターミナスブラスター you
つの動きトレースできる。いけるよ。なら仕掛ける。まずはこれをセイバーセットゴー。まだ1個目。このさすが細っこい体に。ファソンのティエル覚悟はいけ。魔術を見せてやる。サンドハンドだ。でかいのは態度だけね。どんな姿になろうとお前の運命は決まっている。いただきます。てめえの芸に金なんぞ払わねえからな。コータ、奴の見た目に騙されるな。ああ、ピエロじゃなくて大仏なんだろ。落ちたね。コンパ近いじゃん。
ラマリスカーナを一気に叩く。あの触手に気をつけないと。